番です。続いても10号玉が上がります。続きまして錦千輪菊ですね。小さい花火がたくさん入っている花火です。あの10号玉、尺玉に入っている花火ですね。千輪菊という花火です。まあ、千は入ってないんですけども、たくさん入っているという意味で、まあ、中国式にちょっとオーバーなんですけど、それでは点火してください。ただいま10号玉上がりました。なんと声もあったんですが、あれから咲くんです。小さいのが飛んできますので、すぐに開いて開かないですね。2秒か3秒の間隔を置いて小さいのが飛んできまして、全部開くという形です。次は、次は創造花火で、とりあえず水戸玉ということで、水戸の夜空に浮かぶ虹の架け橋ということで、6色の星を使った虹色の花火をあげます。これはちょっと新しく作ってみた花火なんですね。いろいろなの6色の星が入ってる。本当にありがとうございました。さて続いては12番8号玉が上がります。はい、錦カムロ八方菊という八方に開いている花火なんですけども、これもちょっとあの普通の菊の花火とはちょっと違う花火ですね。4回転に例えました10号玉が上がります。素晴らしいという声が飛んでおります。4回転成功の花火10号玉が上がりました。はい、まあ、四つ星が綺麗に出てたんですね。親が大ころということで4回転成功です。高得点、オリンピックで金メダルですね。荒川静江、静か、静江はうちのおばさんの名前だ。はい、次は護衛神という、まあ、スケート界で言えば5回転ですね。5回転は今ちょっとスケート界ではありえないんですけど、花火界では今5回転になっています。という同じく護衛神ということで5つ神が出るんです。護衛神、護衛神、カムロ銀なんですね。じゃあ打ち上げます。はい、
継承界に例えると5回転ということで、前代未聞の5回転ご覧いただきましょう。先ほどですね、荒川静香を静江と言ってしまった野村陽一さんなんですがね、ちょっと気になる女性の名前を発言してしまったようです。おばさまの名前ということです。はい、荒川静香さんに負けないような10号玉が上がりました。続いてはプログラム15番スターマインが上がります。はい、次は年越し桜吹雪ですね。年越しそばじゃなくて年越し桜吹雪です。うちの息子の5代目が作った制作した花火です。よろしくお願いします。5代目が、自分で企画制作した花火です。5代目もちょっと育てていかなければならないんで、いろいろやってもらって経験を積ませて。バリバリをお送りいたしました。そう、バリバリというのはちょっと変えて、もっと何か変えなくなるんですよね。そうですね。でも印象深いエメラルドバリバリをお送りいたしました。さて18番です。紫香炉降臨に食い入れ、最後に輪が2つに降臨するですね。降臨肉です。新しいですね、人とのコラボレーションも大変鮮やかな花火でした。さてまた楽しみな、今度は19番創造花火をご覧いただきましょう。はい、糸玉ですね。糸
色のある花火として糸玉が上がります。糸先駆けの花ということで、去年一昨年ですか、加藤市長に揮毫していただいた花火です。加藤市長が持ってるのもらえたの加藤市長の本当に達筆な字で書いていただきまして、その玉どっかになくなっちゃったんですね取ってあるんですか、市長が取ってるんですいや本当にね、市長の順番いいんですよ。加藤市長の自宅に置いてあるということだそうです。自分で帰る、自分で置いてあるんです、はい、玉を取られたということで、それでは早速行ってみたいと思います。19番早々花火、水戸の先駆けです。水戸といえば先駆けです。はい、ではそれを花火託した花火です、名前を託した花火です。
くあの勲章って、ね、ロシアの軍人がいっぱい勲章ってます。じゃあ八方菊水戸市長より勲章のようなの、まさに野村陽一に勲章が掲げられたようです。10号玉をお送りいたしました。さて続いて24番10号玉です。天津錦鯉のバリバリですまだバリバリなんですけどね、ちょっとこれバリバリは何でしょう。どうしてもバリバリが今年は気になるようです。10号玉もバリバリご覧いただきたいと思います。はい、バリバリです。